蓋。蓋は、容器の口など何らかを覆うようにして塞ぐものの、総称である。その何かを入れるようになっている容器の入り口を別のもので塞ぐようになっている場合に、これを蓋という。容器の口の閉じ方としては、柔らかいものの場合はその口をまとめて縛る、といった方法があるが、そうではなく、硬い円を持った入り口に、板状のものを乗せてその口を隠すのが蓋である。 さらに、その口が狭い場合には、線ということもあるが、これも蓋の一種である。蓋は入り口を塞ぐためのものであるが、目的は様々であるが、基本的には保管のために、内容物を閉じ込めるためである。例えば茶碗やコップには、蓋がないのに対して、お椀や弁当箱には、蓋がある。これは、内容がこぼれないようにすることと、 蒸気が逃げないようにすること、保温の効果を求めること、それに部を遮断することで、外のゴミなどが入らないようにするためのものである。逆に前者では、蓋がないのはその中のものをすぐに消費することを前提としているためである。また、生き物を容器に入れる場合も蓋をしなければならない。なお、どんぶりも物では店によって蓋をする場合としない場合がある。これは、 普通はすぐに消費するので特に蓋の必要がないこと、ただし蓋をして蒸らすことが補助的な調理の意味を持つためあり、蓋をするかしないかはその店の姿勢でもある。蓋の構造も様々である。原則的には容器の口を塞ぐものだから、その口の形の平板であればよい。専用のそれでなく、とりあえずで蓋をする場合には、板やお皿なども利用することがある。しかし、 専用の蓋がつく場合には、目的に応じて様々な工夫がされている。単に閉じるだけでない工夫がされた例もある。取り扱いやすいようにつまみをつけるのは広く見られる。入り口より小さな蓋もある。落とし蓋は、鍋の中に落ちる大きさになっており、内容を煮込む時にその上に密着させて使う。瓶の蓋は普通は、線と呼ばれる。コルク線、プラスチック線。 キャップなどの蓋はコレクションとして集めている人も多い。コルク栓を抜くものをコルクスクリュー、王冠を開けるものを栓抜きと呼ぶ。生物学では微生物や組織などを培養する際の容器の口に特殊な栓を用意し、これを培養栓という。缶詰には蓋がないが茶筒などの缶や食用油用のキャップ付けの缶などには蓋がある。 ペットボトルのスクリューキャップ、ベントホールという切り込みが入っているものもあるわ、色、形、大きさの種類がとても多いという。2011年の東日本大震災でのキャップメーカー被災、流通の停滞を受け、白に統一することが決められたが、2013年現在、未だに色づき、ロゴ入りのものも存在する。鍋や夜間などに見られる。保温。 ほこりや虫を防ぐ、虫などの調理のため、などの理由で容器に蓋をする。煮物などをする際に用いられる、落とし蓋という、蓋を使った調理法もある。料理を出す際にさらに覆いをするドーム状で、取っ手の付けられた銀製の蓋は、クロッシュと呼ばれる。ペン先の乾燥や、他のものへの汚し、破損などを防ぐ。ほこり、湿気、虫害などを防ぐ。取り入れ取り出し口。 精密部分の保護など。その他、普段は不要な口を外壁に作る例もある。これは内部で故障などがある時に、これを使って修理するといった目的で作られ、普段は蓋をしてある。マンホール、下水道、小枝目への落下防止のため、小型のものはハンドホールとも呼ばれる。道路の両脇や敷地の排水用、他の周囲の用水路などの溝に対して設ける。 グレーチングやプレキャストコンクリート製、鉄板などで作られたもの。目的は蒸気マンホールと同様。耳に線をする耳栓が挙げられる。肝腸プレイではアナルストッパーという線の役割を持つ器具を肛門に用いることがある。巻き貝では殻の穴を塞ぐ板状の構造がある。普通は殻の外に出る体の上に張り付いており、 体を殻に引っ込めた時に蓋となる。外敵に襲われた時などは、ここを塞いで防御する。下手とも呼ばれる。ただし蓋がない貝も存在する。カタツムリは、殻の蓋がなく、乾燥時には殻に体を引っ込め、その入り口に粘液を出して蓋を作る。同様に感情の殻や巣穴に潜って生活する、動物には、引っ込んだ時に、そこに蓋をするようになっているものが多い。 これらは巣穴に引っ込んだ時に敵から攻撃を受ける向きがそちらであり、また、そこから攻撃された時には逃げ道はない。蓋をしたくなるのはよくわかるところである。外行動物や戸グ雲では巣の一部が蓋になっている。かんざし誤解や宿狩りでは体の一部を蓋として利用している。逆に、均一に覆われていていいものに開ける場所が決められるようになっている例もある。 例えば、カメムシ類の卵には、縦長の円筒型で、上面の周囲に切れ目がある例があり、幼虫が孵化する場合には、この部分で切り離された上の円盤を押し上げて出てくる。また、イラガの眉はやはりガが出る時に一旦が円形に外れるようになっている。これらの外れる部分は、蓋に見える。蓋は神社や皇室の儀式で使用する柄の長い傘のような細具。 気の傘が意図読む場合が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。